自動車産業とかテレビ産業とかですね、まあ、農業とかそういうのはちょっと分かりやすいんだと思うんですけれども、エネルギー産業っていうのはちょっと分かりにくいんでしょう。エネルギーだけがですね、ものすごく変な形で語られることが多いんですね。それからまあ他のものはあんまり大きな変化がないんですけれども、エネルギーはですね、ここ30年ぐらいで、国際情勢が大きく変わってるんですが、日本の議論はですね、エネルギーに関する議論はまだ50年前の、まあ、簡単に言うと1970年に起こった70年のちょっと後に起こった、石油ショックの時代の概念のままいるということですね。例えば中東が混乱したら日本の石油はどうなるのかとかですね、エネルギーがなくなったらどうするのかっていうようなことがありますが、このエネルギーの需給の話はとてもまあ、科学的事実と間違ってるんですね。まあ、これを少し、まあ、このブログでも何回か指摘してますけども、もう一回ここに整理をしたいと思います。まず第一に、エネルギーっていうのは非常に今多様化しておりまして、まあ、国際的な不安っていうのはほとんどありません。確かに石油ショックがあった頃はですね、日本は中東に石油を依存しておりました。これはどうしてこういうふうになったかっていうとですね、これは歴史と関係がありまして、もともと石油が使われ始めたのが20世紀の初めですね。まあ1910年ぐらいからと言っていいんです。で、それから戦争の時代でした。どん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 戦争に石油が使われていくようになって、まあ、戦争が終わりました。戦後、まあ、混乱から抜け出したのは1955年頃からですね。まあ、日本の高度成長が始まったのが1954年ですから、その頃からまた産業が活発になり、エネルギーが使われるようになりました。まあ、その時は中東がですね、石油をじゃんじゃん出してて安い値段だったんで、まあ、1バレルだいたい2ドルですからね。今が 1バレル100ドルから今50ドルに下がっているわけですが、まあ、全然桁が違ってたわけです。そこの中で、まあ、日本が中東の石油を使ってたのは無理からぬことであります。しかし、中東の石油が2ドルから100ドルになりましたからね。まあ、現在はたまたま今50ドルに短期的になってますけども、まあ、基本的に100ドルになりました。ある商品が、2ドルから100ドルになればですね、情勢は一変に変わります。そりゃそうですよね。50倍になったわけですから、基本となるエネルギーである石油がですね、そのためにまず石炭、まあ、これもですね、非常に高品質で安いものが出回るようになり、もう世界各国で石炭が取れると言っても過言ではありません。私がよく言うように、オーストラリアの炭鉱で私が視察したところは、まあ、今から1000年掘りますからね。それも露天掘りで非常に安い良質の石炭が出ます。それから天然ガスですね。これはまあソ連とかカナダとか、まあいろんなところから天然ガスが出ましてね、でこれももう量が膨大にあるということはよく知られております。それからまあ去年ですね、石油が1バレル100ドルから50ドルまで来た、もうそれをさらに切って46ドルぐらいまで来ましたので、ロシアは豊富な天然ガスによる利益が減ったということで大騒ぎになっておりますが、これでよくわかるようにですね、石油が2ドルから100ドルになったことによって新しいエネルギーが次々と現実なものになったわけですね。ですから天然ガスはまた石油とちょっと違う、まあ、例えばロシアはあんまり石油出ませんが天然ガスは豊富に出ますからね。カナダもそうですけども、まあ、そこでまた多様化します。さらにシェールガスですね。シェールガスと言いますと特殊なように思ってますが、このシェールガスこそ石油、石炭、天然ガスの元々のオリジンでありますので、これがアメリカから掘られておりますが、このシェールガスというのは、シェールオイルっていうのはですね、まあ、世界中にありますから、もうすでにエネルギーは極めて多様化し、まあ、供給という点では国際的に不安がないという状態にあります。それよりかもう一つはですね、現代社会っていうのはエネルギーだけが重要な社会ではなくなっちゃったんですよ。それは第二次世界大戦の当時とか、それからしばらく経った石油ショックの時はまだ少しそういう傾向がまだまだあったんですけど、だけど石油ショックもですね、実は1バレル2ドルが30ドルになっても、まあ、日本の高度成長はですね、GDP の伸びで半分にしかならなかった。つまり、年率大体 9% 伸びてたものが 4.5% になったっていうだけですから、だけだったら怒られちゃうんですけど、別にその赤字に日本経済が赤字に突入するとか、みんなの生活が困るっていうことじゃないんですよ。2ドルが30ドルになってもですよ。ですから、
エネルギーがなぜそんなにエネルギー価格が急激に変わっても変わらなかったかっていうと、もうその当時から、まあ、自動車生産、通信、まあ、通信はその頃あまりなかったんですけども、電気製品っていうのがあったからですね。現在ではですね、エネルギー、自動車、通信、食料といったものはですね、国家にとってほとんど同じ価値なんですよ。ですから、まあ、日本はエネルギーはあまりないんですけども、自動車はありますし、通信がありますね。まあ、食料は半分ということで、日本はエネルギーゼロ、自動車100、まあ、通信100、食料50っていうような感じなんですね。これは国によって全然違うわけですね。例えば自動車生産ほとんどしてない国は、例えばエネルギーがあっても、エネルギー80、自動車0、通信20、食料100なんて国があるんですね。そういった国は、やっぱり外国に自動車とか通信を依存しなきゃいけないんですね。で、自動車がなくたっていいじゃないかというか、そうはいかないんですよ、もう今はですね。自動車がなければ投資したり餓死したりするような社会構造を持ってるわけですね。ですから、エネルギーがなかったら寒くて困るじゃないかっていうんですけど、自動車がな生産がなくても困るんですよ。ですからもうね、今度のウクライナ危機、ロシアの状態を見てもですね、あれほどのことが起こっても、やっぱりロシアはドイツ向けの天然ガス供給を止めることができないんですよね。できないのはなぜかと言いますと、あれだけこうお互いに紛争し、もう軍隊を送ろうとなってもエネルギーを止められない。つまり第二次世界大戦の時、戦争の前にアメリカが日本に対してエネルギーとか鉄の輸出を禁止したなんてことは、今はもう国際関係が複雑になっておりまして、通貨とかそういった面でも全部つながっているのでできないんですね。ですからエネルギーの供給が断たれるということはもう現在ではないというふうに言っていいと思います。ただメディアがですね、まだ旧態依然とした情報を流しているわけですね。これはエネルギーに群がっている、エネルギーに関しては国のお金が出るんですよ。ですからエネルギーを特別扱いした方が税金を取れるんですね。だから利権団体がいっぱいエネルギーにはあるんです。ですからこうエネルギーを個人の、つまり私企業のものに変えていかないと、まあ、日本はダメなんです。ですから、まあ、よくですね、我々真面目な日本人の方がエネルギー自給はどうするんですかと私に言うんですが、実はエネルギー自給という言葉自体が税金をもらいたい利権団体にごまかされてるわけですね。そしたら自動車自給はどうするんですかと、パソコン自給は、インターネット自給はどうするんですかと、スマホ自給はどうするんですかということを言わなきゃいけないんですね。昔エネルギー、昔は食料自給率だけでしたね。それがエネルギーが大事になって、食料自給率とエネルギー自給率が大切になった。さらに現在では自動車自給率、スマホ自給率なんていうのも非常に重要になって、今やエネルギーだけが問題ではない。ただ利権を獲得するのにですね、食料もだいぶ最近農協なんかにもメスが入って、まあ、利権を少しずつこう取るような感じになってますが、エネルギーの方が、まあ、農業よりかもっと近代化ができますからね。経営者が少ないですから。だから早く日本はエネルギーはだけが問題ではないんだと、もう時代が変わってるんだということにならないといけないと思います。